はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は改めましてイージーベースの使い方を徹底的に解説したいと思います。これが新発売の時にも YouTube を上げてたくさんの方に見ていただきました。今回はそれをさらに進化させたような動画にしたいと思います。ただしディファレンス的にこのボタンは何、このボタンは何というような感じじゃなくて、一つの曲を仕上げるような時に便利なように解説をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。どの DAW でも一番手っ取り早いやり方は白玉の MIDI を Easy Bass に、それが一番時短で使える方法だと思います。今日はスタジオ1でお話をしますが、ほとんどの DAW で使えるような話をしたいと思います。一番上にコードトラックがあって、コードネームを入れてあります。仮にこういうコード進行でベースのフレーズを作るということになります。それを選択してスタジオ1の場合は MIDI のトラックに引っ張ってくると、このように白玉でできます。 Easy Bass で注意することは、ここに Dm7 と G7 というテンションのついたコードがありますが、 Easy Bass の方ではテンションのついたコードというのを基本的には認識しません。いわゆるベースだからということもあるんですが、そのようになっていることに注意をしてください。そしてキューベースをお使いの方は、もうこのままイージーベースをドラム&キーというのにしまして、ここにドラッグするだけでうまくできるようになっているんですけれども、その他の DAW ではちょっとひと手間かかります。画面の左にこのように残っているとします。このように残っている場合は一旦削除しましょう。選択をしてリムーブをします。ここにもゴミのように残っていますので、これもリムーブします。ショートカットキーはデリートキーです。僕はほとんどのショートカットキーを覚えていますが、なるべくマウスでした方が見えやすいので、そこらも留意しながらお話を進めたいと思います。まずこの MIDI を選択しまして、 MIDI ファイルとして書き出してください。スタジオ1の場合はイベントメニューから選択をエキスポートというのを選びます。そうするとこのような画面になりますので、ファイル形式を MIDI にして書き出します。適当な名前でいいです。テストとしておきます。保存します。そのようにしましたら、ここにテストというMIDI ファイルができていますので、それをドラッグします。このような表示に変わりますので、そこで離してください。ここに大きく2つのブロックがありますが、これは今読み込んだ MIDI は白玉の和音ですけれども、時にはベースのフレーズのようなものがあったり、ピアノで言えば左手のベースラインを主に弾いているようなものがありましたら左の方にしますし、今日は白玉ですのでこの右のセクションにします。ここで仮に聞いてみることもできます。はい、そしてこれをドラッグします。下のエリアにこのように持ってきてください。もしこのデータが2小節目からとか3小節目から始まっているんであれば、その小節番号にも留意してここに入れましょう。そうするとこのようになっていますが、ちょっと大きく表示します。すると先ほど説明したように Dm7 は Dm という表示になり、 G7 は G という表示になっていますが、これはバグとかいうものではなく、こういう仕様というふうになっています。今は単純に1本のラインでこのようになっています。グリッドエディターをこのようにしてみても、
本当に白玉が入っているだけ、そんな感じにフレーズが入っています。次にすることは、この中央ぐらいにありますリプレイスミディというのを選択します。全体がオレンジ色になるのでよくわかりますね。そしてここで自分の欲しいジャンルなどを選んでいきます。今はポップスロックを選びます。そしてスタンダードを選びまして、次が案外重要です。リズムがストレートなのか、もしくはスイングなのか、そういうようなことを選択できるようになります。今回はストレートのままにします。次のパラメーターは表紙を選択します。4分の4ですから、4分の4を選択したらどんどん絞り込まれることになりますが、別にこれは必ずということではありません。そしてその隣の項目は音符のきらみの細かさです。16分音符的な音にするのか、8ビート的にするのか、その辺のところを選択するようにします。選択はしないという方法もあります。しないとするのはここをクリックしたって変わりません。しないをするのにはここにこのようにチョイスしたデータが残っていってますので、ここでクリックをするとこのように消していくこともできます。ではフレーズをちょっと確かめてみましょう。ちょっと動きのあるのも見てみます。はい、ちょっとかっこいいですね。ここでもう一つ高度な方法を言っておきます。今はジャンルなどを選んでここに候補を出したわけですけれども、こういうやり方もできます。 Tap to Find というトゥーントラックの真骨頂というか、他のところよりもこの検索方法がやりやすいです。このようにレコーディングというのとクリックリズムというのがありますが、レコーディングというのはキーボードを弾いたりして、そしてフレーズを弾いてするんですが、今日は初心者向けにお話をしますので、このようにクリックリズムモードにしておきます。そしてまず音を引き出すと、このようにリズムを入力することができます。はい、このようにしましたが、マウスで押しているので全然ちゃんと入れれませんでしたよね。ここはどうしたらいいか、大きく2つの方法があります。一度キャンセルします。そしてもう一度押した時に、もっとゆっくりのテンポですることです。テンポはここで変更できます。はい、これでもなかなかうまくいかないですね。こういう時はここをエディットすることができます。今ある音をクリックすると消すことができます。このように消していくことができますし、空白のところを押すと追加することができます。そして長い音符を入れることもできます。その時はドラッグをします。
はい、ちょっと聞いてみましょう。はい、今遅くしましたが、標準の速さでもう一度聞き直しましょう。この時はコントロールキーを押しながらテンポを押すと標準の位置に戻ります。 Mac の方はオプションキーなどを押しながらやってみてください。このように自分で好きにもエディットできます。このタップボタンをマウスで押せないときはこのように編集をしましょう。これでいいなと大体のラインが決まりましたら、右側の書き色のボタンを押します。これで候補が出ました。一番上が 92% となっています。先ほどはちょっと複雑なものにしましたが、少しシンプルなものを選び直しました。これでセーブチェンジを押しますと確定します。これで大体のグループができたわけですね。グリッドエディターで確認してみましょう。このようなラインが出ています。ここでベロシティについて少しお話を進めます。今僕はもうこのようにベロシティも出ています。ベロシティが出ていないときは左の端の方のボタンをオンオフすると表示したり消したりできます。ベロシティの大きさをこのように変更できるんですが、何も変わりませんよね。これは今音符を選んでいないからです。コントロール A を押して全てを選択します。そしてこのようにすると全体のボリュームが上げ下げできます。隣はダイナミクスです。音量差を大きくしたり小さくしたりできます。そしてその横はランダマイズです。不規則にそれを変えることができます。スロープです。例えば一部分だけをベロシティを上り上司にしたいとき、例えばこの2つの音符をそうしたいとき、こうやるとスロープのように傾きが変わります。このようにベロシティは変えれますし、1個だけを変えたいときは選択をしまして、そして一つだけこのように変えればいいわけです。また、あまり初心者の人は動かすことがないかもわかりませんが、音符の編集の仕方を言っておきます。マウスで好きな位置に動かせます。もちろん横にもです。その時に、微妙なところが合わせにくいときは、上にグリッドに吸着する、これがありますので、これでやりましょう。隣に今は8分の1となってますので、1小節を8分の1に割ったところにうまくクオンタイズできます。このように編集していくことができます。また、こういうこともできます。今ちょうど4小節目のキリのいいところでスライドを入れたいと思います。このような時はこの音符を一旦削除します。デリートキーを押します。そうしましてこの端とこれをつなぎます。こういう時はShift を押しながら選択するという手もあります。ここで
上側にスライドボタンがあります。そしたらこのようにつないでくれます。ちょっと聞いてみましょう。この中で聞くときは DAW に関係なく、ここで再生ボタンを押すことで聞けます。はい、うまくできましたね。こういうときにここでループを作ることもできます。この一番上の小節番号が書いてあるところで、このようにドラッグして白くしておくと再生がループします。ちょっとやってみましょう。はい。ループの解除はクリックするだけで解除できます。次は一番最後の方のところを見てみます。次のコードにつなぐためのトランジジョンと呼んでいる機能をつけたいと思います。そのような時はこの最後の小節を下で選びます。選んでここにトランジジョンというのがありますので、今はオフになっていますが、ここで好みのものを選ぶと若干動きのあるフィルインのようなことをやってくれます。はい、できましたね。そして最後の小節には奏法を少し変えてみましょう。ここで奏法を選ぶことができます。スラップをやってみます。このようにするとスラップベースになります。これでループします。今までのソフトでは、ここでキースイッチなどを選んだりして、こういう奏法、いわゆるアーキュレーションというのを変更しようと思うと、とっても知識がいったりして、なかなか初心者の人が取り組みにくかった部分があります。でも、この Easy Bass は、そこがとっても他のソフトより優れているところです。そして、このグリッドエディターには、ベロシティだけではないようないろんな面白いツールがあります。上に僕のメニューはたくさん出てますが、出てないときはこのタイミングというのを押すといろいろ変えていくことができます。このようにスイングというのをすると音符がずれますよね。この画面の下のコード進行のところをこのように押すと、ここにまた面白いツールが5つ並びます。一番端はオクターブですので、これはオクターブアップ、ダウンしますし、ベロシティというのもわかると思います。次のパラメーターが面白いのです。アマウントをするために少し部品を切っておきます。最後の小節だけカットします。このようにカットができるわけです。そして、この1小節だけをもう一度選択します。今、マウスでいちいちこうやって取りに行っていますが、この3つのツールは、キーボードの1、2、3で選択することができます。こういうことですね。早いですね。そして、ここでアマウントというのを選びます。すると、音符の数が増えたり減ったりします。わかりますか？ちょっと減らしておきます。そして先ほどの話に戻りますが、ここでレングスを選ぶと、このように音符の長さが変わります。マウスで伸ばさなくても全体的に変わるということです。例えば、この2つを選んでおきます。すると、このように伸びたり縮んだりします。そして、その隣には、ナッジというのがあります。ナッジというのも、初心者の人には聞き慣れない言葉ですね。それは、このように微妙に動かすことをナッジと言います。はい。ちょっとずつ動きますね。このように、微妙なグルーブを作ったり、タイミングを変えたりするときに、このナッジは使えます。また、上へ行ったり、下へ行ったりしますけれども、上と下はどちらも音符のことなので、
ちょっと視点が変わりますが、よく覚えてください。この下にダンピングという聞き慣れない言葉があります。これはベースを弾いてる人しかなかなかわからないと思いますが、左手でベースの音程を押さえます。フレットっていうやつですね。それを押さえた時に軽く押さえて、音がミュートするような音にするということです。これをループしながらちょっとやってみます。今普通になってますね。はい、こんな変わった効果も作ることができます。ですからこのように選んだりしながら、上、そして下ですね。そして下のところはもちろん上を選んでいても変更ができるんですけれども、でもどちらかといえば下の方でそのセクションだけを選んで変更するというような時に使うのがこの下の方のパラメーターです。いろいろいじってみたらいいと思います。アーキュレーションの中にはいろいろいじる時に聞き慣れない言葉もあります。今はマルチアーキュレーションというのになってまして、その音符に合わせた奏法ができるようになっています。フィンガーという指で弾く奏法を選んだりとか、ハーモニクスというのもあります。はい、またビブラートをつけたい時もありますよね。ビブラートのつけ方を言います。ビブラートはちょっとまあ長めにしておきます。音符を、これはショートカットキーがありませんが、画面の一番右端の方にノートというボタンがあります。ここの下の方にビブラートというのがあります。ビブラートの一番上がそのビブラートの強さです。ちょっと分かりやすくするためにワイドを選んでおきます。するとどうなるでしょうか。はい、そして今は先頭からこの音符全体にビブラートがかかっています。でも途中からかけたい、トゥーントゥルルルルみたいな音ですね。その時もこのノートのところから選択ができます。その次の項目です。ここでミディアムにしておきます。そしたら中間あたりぐらいからビブラートがかかります。簡単ですね。音符のところでもう一つお話をします。切ったりするのはハサミのマークですので誰が見てもよくわかりますよね。こうやってカットしていくことができます。こう切りましたが、今度はつなぎたいときありますよね。そういうときは選択をしてショートカットキーでは J を押すとこのように一つにつながります。そしてこのグリッドエディターでもう一つだけ絶対に覚えておきたいことがあります。先ほどもやりましたように、こうやってマウスで動かすことは容易なんですけれども案外手間です。これはコントロールキーを押しながら上下するとキーボードでこのように動かせます。もしくは一番よく使うのはオクターブ下というのです。その時はコントロールシフト押しながら矢印を押すと上にやったり下にやったりすることがこのようにできるようになっています。いろいろ試してみて楽しんでみてください。例えば曲の途中でブレイクしたいような時がありますよね。いわゆる音を鳴らさない時です。そういう時に2つの方法があると思うんですね。このように音符を切ります。
そしてこの部分はいらないということでデリートすることはできるんですが、後からあ、やっぱりあった方が良かったと思うような時がありますよね。そういう時のために今ちょっとコントロール Z で元に戻しますが、こうやるんじゃなくってミュートっていうのをやっておくと便利です。これで音は鳴りませんし、またいつでも復活ができます。どこに何があるかさえ分かればやることはめっちゃ簡単です。そして今この DAW と関係なく Easy Bass だけで再生をやりながらテストしていますが、 DAW の再生ってほとんどの DAW でスペースキーですよね。でもこの中でいちいちこれもまたマウスで三角ボタンを押すのは大変です。そういう時はコントロールキーを押しながらスペースを押すとこの再生ができます。止めたりも簡単です。このようにコントロールプラススペースキーで再生したり止めたりできます。なるべくショートカットでやることは覚えてください。まだまだ整理して一つ一つをリファレンスのようにやるともっとお話しすることはたくさんあるんですけれども、次はもう少し作品的な要素にしたいと思います。一旦削除します。全体を選択しましてデリートをします。もう一度音符を引っ張ってきます。はい、ここからはさっきの復習のようなものですので見てください。ではグルーブに変えてリプレイスミディを選択します。はい、どんな感じに入れるかをこのように選択しまして、いいなと思いましたらセーブチェンジを選択します。一部分のところにトランジションを入れてみたりします。希望があればグリッドエディターで少し自分なりな工夫をしてみます。こことここをスライドでつないでおきます。少し高い音符を、奏法を変えておきます。途中ではダンピングをしてみたいと思います。3小節目のあたりにダンピングを加えたいと思います。そういう時は音符を区切っておいてください。そして選択してダンピングを上げます。このようにしたらこれでできますが、もう一つこのパターンもいいけどちょっと違うパターンも作りたいなと思うような時ありますね。そういう時は右の端にいわゆるレイヤーのようにトラックを作れます。プラスを押しますとこのように全く新しいものができてきます。先ほどと同じようにコード進行は同じですので、まずコード進行を引っ張ってきます。コード進行は先ほどのようにするのもよし、ここにそのまま直接コード進行を引っ張ってくることもできます。その代わりここは今は和音になっています。ちょっと見てみましょう。はい。ベースではちょっとおかしいですよね。でも慌てることはないです。すぐにリプレイスビリーさえすれば、いつでもこのように変えれるわけですから、別にこのドラム&キーズを必ず使う必要は全くありません。ミディをこの下のトラックに引っ張ってくるのもありです。このようにして
トラック1とトラック2をすぐにこのようにチェンジすることができます。今見え方が変わっていますが、もちろんこれもこのように大きく見たいときは、トラック2もこのようにすれば、どちらも大きく見ることができます。そして選んでる方だけの音が鳴るようになっています。じゃあここで適当なドラムビートを入れてみましょう。ユージャムのビートを入れます。すごくダンスっぽいようなツールです。ここで押して聞いてみます。はい、シンプルなこんな音にしましょう。はい、これを複製します。4つできましたが、最後にフィルを入れます。はい、じゃあこれを入れたいと思います。今、グリッドに沿うようになってませんでしたので、もう一度。はい、これでドラムビートができたわけです。じゃあ、ドラムベースとして聞いてみましょう。はい、これでイージーベースをせっかくですから先ほどトラックを2つ作ったわけですからちょっと出してみましょう。トラック2に変更しました。これであとはもう再生するだけです。こうやりながらでもいつでも変えれます。そしてグルーヴをどん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 演奏しながら変えていきます。もっと動きのあるの。はい。このようにして、もうチャッチャッチャッとですね、変えたいところを変更していくと、アーキュレーションを変えたりしながら、それも鳴らしながらやっていきましょうか。はい、どうでしょうか。案外このグリッドエディターがあることによってもうベース専用のピアノロールみたいな感じですのでとっても使いやすいです。まあ初めての時は僕がちゃっちゃっとこう入れ替えてるようなことは
なかなか難しいのかも分かりませんが、ぜひとも、もしもう勝ったよっていう方がおられるなら、できるだけうまくですね、使いこなしてみて、挑戦してみてください。村長でした。